日興アセットの ETF 上場トレーサーズ祝上場。皆さんこんにちは。日興アセット非公式キャラクター青い人です。さて私今日はちょっとお出かけしてきます。上場セレモニーっていう新しい ETF の上場のお祝いの会に呼ばれたので、非公式なのにありがたや。では行ってきます。はい、というわけで東京証券取引所に着きました。今日2023年の10月5日日興アセットの上場トレーサーズ米国債02年ラダー為替ヘッジなしという ETF が上場されます。パチパチパチー。で、ETF って上場されるときみんなでセレモニーしてくれるんだって。楽しみ。じゃあ行ってみよう。じゃーん、ついにセレモニーが始まった。みんなで鐘を5回ついて商売繁盛を祈るよ。5回っていうのは五穀豊穣っていう意味を込めてるんだって。エモい。今はこのくるくる動くところで株価とかが分かるようになってるんだってさ。今回上場した ETF のコードは2093。はい、皆さんご一緒に2093。 ETF はこんな場所で生まれて取引されてるんだね。お祝いに来てたステファニーとも一緒に記念写真撮れた。今日がこの ETF の誕生日なんだね。めでたいな。今回上場したのは上場トレーサーズ米国債02年ラダー為替ヘッジなし。米国短期国債に投資するもので徹底的なコスト削減に取り組んだルールベースの ETF なんだって。今すぐ詳しく知りたい人は日興アセットのホームページやこちらの SNS を見てね。それにしても日興アセットの上場トレーサーズシリーズって ETF なんでしょ？気になりすぎる。今度日興アセットの誰かにちゃんと聞いてみようっと。じゃ、また。